はい、どうも。こんにちは。シアレス大阪店、大川亮太です。今回はですね、シアレス大阪店にございます。ラスト1台の5型の新車ですね。の方をちょっと紹介していこうかなと思います。ではちょっとまず車両の方なんですけど、はい、一応ベースの方がですね、陸の 2000cc のハイエースダークプライム2になりますね。はい。はい。で、まあ、一応 CRS コンプリートという形で、まあ、CRS のパーツ何点か付けさせていただいております。はい。で、ちょっとそれ紹介していきますね。そうですね。はい、はい。まあ、まず前からなんですけど、はい、まあ、前はもういつも通りのフロントリップスポイラーバージョン4ですね。うん。はい、が付いております。まあ、これだけですね。はい、はい。で、横が横が、そうですね、25ミリのオーバーフェンダーですね。うん。はい。に、EC の20インチのブラックポリッシュですね。おお、20インチですね。はい。やっぱ、大きいですね、すごい。やっぱり大きいですね。ホイールがかなり存在感あるかなって感じですね。これ、ローダウンはどれぐらいですか？ちなみにローダウンは3インチのローダウンですね。3インチですね。はい。ほんなら、バッチリですね。はい。もう横もこれだけですね。横もこれだけになっております。お、まあ、シンプルにね、はい、シンプルな感じで、はい、はい。で、リアがリア もう至ってシンプルな感じですね。ノーマルですね。ノーマルです、はい、はい。ほんならちょっと中行きましょうか。ちょっと中開けていきますね。で、ちょっと中がこんな感じですね。あれ、いつもと違うやつ、ね、いつもと違うベッドになります。はい、うん。これが一応エレバンで、ここにちょっとメーカー書いてるんですけど、はい、っていうところのちょっとベッドの方になりまして、こうドリンクホルダーもね。そうですね、もうドリンクホルダーがベッドについていて、なおかつまあ木目で、うんうん、アウトドア仕様っていう感じのベッドですね。しかもちょっとした収納スペースも、はい、ね、あるし、下にも収納できますね。これ取り外しは、これがなんといっても一応こっちの列なんですけど、はい、ベッドマットが一応全て取り外せる仕様になっております。あ、そうなんですね。はい。で、こっちのベッドは、こっちのベッドなんですけど、一応まあ左端のマットを外していただくと、あ、もしかこれ跳ね上げ。そうなんですよ、一応こういう形で跳ね上げっていう形のベッドになっております。こういう風に単体で跳ね上げができるんですね。これ珍しいですね。基本的にはもう片側もうベラっていう感じは多いんですけど、はい。あ、ほんならまあ荷物のね、ものによってはこのね、使い分けるっていうのはいいかもしれないですね、このベッドね。そうですね。で、まあ1個単体でできるんで、まあ普通にね、座ったりもできるんで。そうですね、はい、泊まってる最中はこれいいですね。はい、とてもめちゃめちゃ便利だと思いますね。はい。で、2列目は、一応2列目は、シートカバーの方ですね、付いております。はい。で、で、一応シェアレスコンプリートということで、フリップダウンモニターですね。カドッテリアのね、はい、がついております。はい。で、フロント、まあ、シートカバーがついて、はい。で、一応ナビゲーションの方ですね、変わっております。はい。これはパナソニックストラーダ。はい、ストラーダになってます。はい。で、そうですね、まあ、角っこにもいるんですけど、一応こちらスピーカーの方が変わっておりまして、これダイヤトーン、ダイヤトーンのちょっといいやつついてますね。うんうん。はい。で、奥にはスマホホルダーもね、はい、ついて、スマホホルダーもついてます。これ ETC バックカメラはもついてます。おお、はい。まあ、もう電装系もバッチリですね。そうですね。なんでもうここにあとはもうオプションでドライブレコーダーとかつけていただいたりとかですね。そうですね、していただけたらもうすぐに乗り出せる車両にはなるんじゃないかなって思います。はい、はい。で、このラスト1台の5型の新車の金額を教えてもらっていいですか。金額ですね、はい。まあ、気になる金額なんですけど、一応車両本体価格が338万円。338万。はい。おお、もうラスト、まあ、こんだけパーツがついてこの金額になっておりますので、ね、まあラスト1台ということで、すごくお買い得な車両になっております。そうですね、はい。まあ、早めのお問い合わせいただけたらね。そうですね、もうラスト1台になってますんで、もうなくなり次第もう5型は、ね、新車でないんで、はい、
問ご方、お買い求めの方はもうすぐにでもご連絡の方をお待ちしております。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。